エクソソームは、黄胞体を介した独特な経路で生合成される細胞外症法である。エクソソーム、またはエキソソームは大部分の真核細胞においてエンドソーム区画で形成される膜結合性の細胞外症法である。黄胞体はエンドソーム内空へ内向きに出がする構内膜症法の存在によって定義されるエンドソームである。MVB が 細胞膜へ融合した場合、エレブはエクソソームとして放出される。多細胞生物では、エクソソームや他の EV は組織中に存在すると、ともに血液、尿、脳脊髄液を含む体液中にも含まれる場合がある。これらはインビトロでは培養細胞から培地中へ放出される。エクソソームのサイズは MVB の大きさによって制限されるため、 一般的には他の大部分の EV よりは小さいと考えられている。直径は約30150ナノメートルで、これは多くのリポタンパク質と同程度のサイズであり、細胞よりはずっと小さい。他の EV と比較してエクソソームに特有の特徴や機能が存在するかどうか、また他の EV と効率的に区別したり分離したりことができるかどうかは、 明らかではない。エクソソームを含む EV は、起源となった細胞由来の標識分子を含んでおり、血液凝固や細胞間シグナル伝達から排気物の管理まで様々な生理学的過程に特化した機能を持つ。バイオマーカーや治療法としての EV の臨床応用に対する関心は高まっており、インターナショナルソサイティフエクストラセリアルアベシケルズが設立され、 EV に特化したジャーナルである Journal of Extra ア e ーベシ l a ズ e s e s が発行されている。エクソソームはストルラとジョンストンラニによって1983年に哺乳類の成熟中の毛石血球中に発見され、1987年にジョンストンラニによってエクソソームと名付けられた。エクソソームは毛石血球が成熟した石血球になる際に 多くの細胞膜タンパク質の選択的除去に関与することが示されている。毛石血球では、哺乳類の大部分の細胞と同様に、細胞膜の一部が定期的にエンドソームとして細胞内へ取り込まれ、1時間に50-180%の細胞膜がリサイクルされる。さらにその後、一部のエンドソーム膜はより小さな小法としてエンドソーム内部へ取り込まれる。 こうしたエンドソームは大きな構造体の内部に多くの症法が存在するという外見から応報体と呼ばれている。MVB が細胞膜と融合するとエレブはエクソソームとなって細胞外空間へ放出される。エクソソームはタンパク質や RNA など起源細胞に由来する様々な分子的構成要素を含んでいる。 エクソソームのタンパク質組成は起源となった細胞や組織によって異なるが、大部分のエクソソームは進化的に保存された共通のタンパク質分子のセットを含んでいる。タンパク質のサイズや形状、詰め込みのパラメータを考慮すると、一つのエクソソームに含まれるタンパク質は約2万分子と推定される。 エクソソーム中にメッセンジャー RNA やミナの積み荷が存在することはスウェーデンのヨーテボリ大学の研究で初めて発見された。この研究では細胞中とエクソソーム中のメッセンジャー RNA、ミナ顔料の差異が記載され、エクソソーム中のメッセンジャー RNA の機能性についても記載された。また、エクソソームは2本腐り DNA を運搬することも示されている。 エクソソームは、膜症法輸送を介してある細胞から、他の細胞へ分子を輸送することができ、それによって、樹状細胞や B 細胞などの免疫系に影響を与え、病原体や腫瘍に対する獲得免疫応答の媒介に機能的な役割を果たしている可能性がある。そのため、細胞間シグナル伝達におけるエクソソームの役割について、 精力的な研究が行われており、エクソゾームで運搬される、積みに RNA 分子によって、その生物学的影響が説明されるという仮説が立てられている。例えば、エクソゾーム中のメッセンジャー RNA は、需要細胞ののタンパク質酸性に影響を与えることが示唆されている。他の研究では、肝陽系肝細胞から分泌される、エクソゾーム中のみなは、 主にプレミナであり、成熟したミナではないことが示唆されている。この研究の著者らは、こうしたエクソソーム中に RNA 誘導サイレンシング複合体関連タンパク質は見出されなかったため、成熟ミナではなくプレミナのみが、滋養細胞において生物学的活性を持つ可能性があることを示唆している。エクソソームへのミナの取り込みに関与する機構としては、 皆配列中の特定のモチーフを介した取り込み、エクソソームに極在する調査ノンコーディング、RNA との相互作用、RNA 結合タンパク質との相互作用、アルゴノートタンパク質の翻訳ご収縮など、複数の機構が報告されている。逆に、エクソソームの起源となる細胞が受けた分子シグナルによって、エクソソームの酸性や、その含有物が影響を受ける場合がある。 低酸素にさらされた主要細胞は血管新性脳と転移脳の高いエクソソームを分泌し血管新生を促進することで低酸素微小環境に適応したりより好ましい環境への転移を促進したりしていることが示唆される。エクソソームという用語はエンドソーム由来の EV に厳密に適用されるべきであるという意見の一致が研究分野では得られつつある。 EV が細胞を出た後にその起源を明らかにすることは困難であるため、細胞外症法という用語が適切である場合も多い。赤血球に由来するエクソソームには、成熟赤血球には存在しないトランスフェリン受容体が含まれている。樹状細胞に由来するエクソソームには、MHCI、MHC2 と強刺激分子が発現しており、インビボで、 抗原特異的な T 細胞の反応を誘導、強化することが示されている。さらに、エクソソームを基盤としたがんワクチンプラットフォームに対し、初期の臨床試験が行われている。エクソソームは、腎臓から尿中に放出されることもあり、診断ツールとして利用できるかもしれない。尿中のエクソソームは、前立腺がんの治療応答マーカーとして有用である、可能性がある。 腫瘍細胞から分泌されるエクソソームは、周囲の細胞にシグナルを伝達していることがあり、筋繊維目細胞の分化を調節することが示されている。悪性黒色種においては、腫瘍由来の症法は、リンパ系へ侵入し、リンパ節の変炎動マクロファージや B 細胞と相互作用する。近年の研究では、エクソソームの放出は、 卵巣癌の浸潤性と性の相関があることが示されている。腫瘍から血中へ放出されるエクソソームも診断における利用可能性がある。エクソソームの体液中での顕著な安定性は疾患のバイオマーカーの貯蔵庫としての有用性を高めている。大腸癌細胞から血小中へ放出されたエクソソームは様々な温度で90日間保存した後でも 回収可能であり、バイオレポジトリに保存された患者の血液資料をバイオマーカー分析に利用することができる。癌などの悪性腫瘍では、エクソソームの向上性を維持する制御回路が、癌細胞の生存と転移を促進するために利用されている。尿中のエクソソームは、積み荷のタンパク質やミナの分析を行うことで、非尿生食器の癌、 硬質コルチコイドによる高血圧など多くの病態の検出に有用であることも示されている。神経変性疾患では、エクソソームはアルファシヌクレエンの拡散に関与しているようであり、疾患の進行を監視する手段として、そして薬剤の送達のための輸送手段としてなどの活発な研究が行われている。この分野の研究開発の促進を目的として、 エクソソームの含有物に関するゲノム情報を収録したオープンアクセスのオンラインデータベースが開発されている。エクソソームの細胞間シグナル伝達における役割について活発な研究が行われている。エクソソームは起源細胞から離れた細胞と融合して内容物を放出することができるため需要側の細胞に影響を与えている可能性がある。 例えば、X ス,スマルシャトル RNA として知られる、細胞間を往来する RNA は、需要側の細胞のタンパク質酸性に影響を与えている可能性がある。樹状細胞や B 細胞など、特定の細胞に由来する X ソソームは、細胞間で分子を輸送することによって病原体や、腫瘍に対する適応免疫応答の媒介に、機能的な役割を果たしている可能性がある。 反対に、エクソソームの酸性や内容物が、起源細胞が受けた分子シグナルの影響を受ける可能性もある。この仮説の証拠として、低酸素にさらされた主要細胞は、血管新生脳や転移脳の高いエクソソームを分泌しており、血管新生を促進することで、低酸素微小環境に適応したり、より好ましい環境への転移を促進したりしていることが示唆される。 近年では、慢性リンパ性白血病の進行に従って、エクソソームのタンパク質内容物が変化する可能性が示されている。主要のエクソソームによる細胞間コミュニケーションが、がんの転移を媒介しているという仮説がある研究から立てられている。仮説では、エクソソームは、主要の情報を新たな細胞へ植え付け、転移によってその期間へ移動する準備を整えるとされている。 研究では、主要のエクソソームによるコミュニケーションは、様々な機関への転移を媒介する能力があることが、発見された。さらに、主要細胞の増殖が不利である場合であっても、新たな領域や機関に植え付けられた情報は、機関特異的な転移の拡大を促進する。エクソソームは、自然免疫応答を高める積み荷を運搬している、場合がある。 例えば、サルモネラサルモネラアンテリカが感染したマクロファージは、ナイブマクロファージと、樹状細胞からの t n k アルファーランテス、イル -1RA、MIP-2、CXCL1、MCP-1、シカム -1、GMCSF、GCSF など、免疫促進サイトカインの分泌を促進する。 エクソソームの炎症促進効果の一部は、エクソソームに取り込まれたリポタ等によるものである。エクソソームの形成は、応報体または後期エンドソームが貫入して、口内膜症法が生成されるところから始まる。MVB、症法の質が、そして選別に関しては、様々な機構が提唱されている。最もよく研究されておりよく知られているものは、 エスコート依存的経路である。エスコートは、タンパク質複合体エスコートマイナス0、i、2、3とそれに結合する ATPR である、VPS4 からなる、指基鎮化を伴う経路である。エスコートマイナス0は、後期エンドソーム膜への詰め込みのための標識が、付けられた指基鎮化タンパク質を認識し保持する。エスコート i、2は、 エスコートマイナス0を認識し、MVB が形成される、溶膜貫入を開始する。エスコート3は、螺旋状構造を形成し、貫入の付け根部分を強削する。a t p アーゼである VPS4 タンパク質が、膜の強削部の切断を駆動する。シンデキンシンテニーンアレックスエクスソーム製、合成経路は、エスコート非依存的、または非典型的経路の一つである。 形成された MVB は細胞膜の内側へ輸送され、細胞膜と融合する。コレステロール含量の高い MVB が細胞膜と融合し、エクソソームを放出することが多くの研究で示されている。MVB に結合したラブタンパク質、特にラブ7がエフェクターとなる受容体を認識する。MVB と細胞膜のスネア複合体が相互作用し、 融合を媒介する。エクソソームによる特異的標的化は活発な研究領域となっている。エクソソームによる標的化の正確な機構の理解は特定のタンパク質等脂質へのエクソソームのドッキングや瓶作用などいくつかの一般的機構に限られている。取り込まれたエクソソームはエンドソームへ標的化され、そこで内容物の放出が行われる。 エクソソームは様々な積み荷を含んでいる。これらの積み荷は特異的に選別され、エクソソームへ詰め込まれる。エクソソームに詰め込まれる内容ものは細胞種特異的で、細胞の状況によっても影響される。エクソソームのミナとタンパク質は選別されて、エクソソームへ詰め込まれたものである。ビラーやベルトリラは細胞質のミナには存在しない、保存された。 ゴグモチーフを持つミナが、エクソソームに詰め込まれ、エクソソーム特異的な詰め込みのために、スモ化された、HNRNPA2 バイト1に結合することを、同定した。タンパク質はエスコート、テトラスパニン、脂質に依存した気候によって詰め込まれる。細胞膜と比較して、エクソソームは、コレステロール、スフィンゴミエリン、飽和したホスファチジルコリンやホスファチジルエタノールアミンに富む、トム。 エクソソームの単理と検出は複雑なものであることが示されている。体液の複雑性のため、エクソソームを細胞や同程度のサイズの粒子から物理的に分離することは困難である。分割腸炎心を用いたエクソソームの単理は、タンパク質や他の強雑物が混在しており、消胞のリポタンパク質から分離は不完全である。精密ろ過や密度勾配を利用した。 超遠心分離によって純度は改善される。サイズ排除クロマトグラフィーによる細胞外症法の一段階分離は、超遠心よりも完全な症法の回収率が高いことが示されているが、サイズに基づく技術だけでは、エクソソームを他のタイプの症法と区別することはできない。純粋なエクソソームを管理するためには、物理的パラメータと生、 科学的パラメータに基づいた分離技術の組み合わせが必要である。追跡可能な組み換え型 EV などの標準物質の利用は資料調整や分析時の技術的誤差の緩和の助けとなる。多くの場合、複数のエクソソームから有用な情報を得るためには、機能圧勢や抗原圧勢が利用される。エクソソーム集団中のタンパク質を検出する手法としては、 質量分析とウェスタンブロッティングがよく知られている。しかし、これらの手法の限界は、圧勢から得られる情報に影響を与えるような、強雑物が存在している、可能性がある点である。できれば、情報は単一のエクソソームに由来することが望ましい。検出可能なエクソソームに関連する特性としては、サイズ、密度、形態、成およびゼータ電位が挙げられる。 エクソソームの直径は、典型的には100ナノメートル以下であり、屈折率も低いため、現在用いられている多くの技術の検出限界を下回っている。エクソソームの分析を促進するため、ナノテクノロジーやマイクロ流体力学を利用したマイクロシステムが多数開発されている。こうした新たなシステムとしては、マイケラムア装置、ナノプラズモンチップ、 タンパク質プロファイリングのための磁気ビーズと電気化学センサーを組み合わせたマグニート、エレクトロケミケルセンサー、RNA の検出のための一体型マイクロ流体カートリッジなどがある。フローサイトメトリーは検索したエクソソームの検出に適した手法である。しかし、単一エクソソームの検出のためのフローサイトメトリーの利用は感度の限界とスワームディテクションなどの 測定アーティファクトの可能性のため、まだ不十分である。単一のエクソソームを検出する他の手法には、原子間力顕微鏡、ナノ粒子トラッキング解析、ラマンマイクロ分光、トゥーナブルリジスティブパルスセンシング、透過型電子顕微鏡などがある。エクソソームには、起源となった、細胞子を反映した、RNA、タンパク質、脂質、代謝産物が含まれている。 エクソゾームは多数のタンパク質、RNA、脂質を含むため、プロテオミクスやトランスクリプトミクスなどの大規模解析が行われる場合が多い。現在こうしたデータの分析に際しては、分離値などの非商用ツールがオーバーリプレゼンテーションしている分子グループの同定に利用可能である。次世代シーケンシング技術の出現とともに、 ガンだけでなく様々な疾患でエクソソームの研究が加速している。近年ではトリパノソーマクルージーから抽出されたエクソソームの RNA シークエンスデータのバイオインフォーマティックスによる解析によってこれらの細胞外症法と様々な重要な遺伝子産物との関係が示されており、シャーガス病のバイオマーカーの発見の可能性が高まっている。エクソソームは インビトロでもインビボでも強力な細胞応答を引き起こす能力を持つため治療薬としての可能性の認識が高まっている。エクソソームは肝細胞集団に観察されていた生理活性を再現するように損傷や疾患時の再生作用を媒介する。肝陽系肝細胞由来のエクソソームは喪傷や骨折の治癒に重要ないくつかのシグナル伝達経路を活性化する。 ことが判明している。また、それらは、多数の成長因子、インスリン様成長因子1、神経成長因子、間質細胞由来因子1の発現を誘導する。通常の総称治癒に棒分泌を介して関与する、関与系線具細胞集団であるセルケアレイティング、ファイブラサイトから分泌されるエクソソームは、インビトロで、血管新生促進作用を示し、 糖尿病患者由来の皮膚繊維目細胞を活性化し、ケラチノサイトの誘送と増殖を誘導するとともに、インビボでは糖尿病マウスの走行閉鎖を加速した。エクソソームの積み荷の重要な構成要素は、HSP90α、Stat3、血管新生促進性ミナ、抗炎症性ミナ、そしてコラーゲンの蓄積を調節するミナであった。また、 高校ケラチのサイトから分泌されるエクソソームは、早症中を加速し、人由来のエクソソームをラットの早症に投与した場合でも効果が見られる。エクソソームは、体の内在システムに存在しており、耐性が高いため、セルナを効率的に送達するキャリアとしても有望であると考えれている。患者由来のエクソソームは、がんの免疫療法として、 いくつかの臨床試験が行われている。エクソソームには効果の高い薬剤キャリアとして独特な利点が存在する。エクソソームは複数の接着タンパク質を含む細胞膜から構成されているため細胞間コミュニケーションに特化しており様々な治療薬を標的細胞へ送達するための他にはないアプローチを可能にする。ある研究では 抗がん剤パクリタキセルの相達媒体として、エクソソームが用いられた。薬剤は白血球由来のエクソソームの内側に配置され、薬剤抵抗性肺がんのマウスへ注入された。パクリタキセルをエクソソームへ取り込むことで、細胞毒性は50倍以上に増加したが、これは軌道から相達されたエクソソームが、肺がん細胞とほぼ完全に、強極剤するためである。ありがとうございます。